太子のもとに、その歴史は始まりました。富山大学ヒストリア。日本が戦争に邁進した時代、学校教育にも大きな変化が訪れ、多くの学校の運命が翻弄されました。これは昭和19年1月に文部省から高岡高等商業学校に送られてきた文書です。そこには、高岡高等商業学校を工業専門学校に転換するという内容が記されていました。軍事力強化につながらないとされた文化系の学校は縮小、高岡高等商業学校もその対象になったのです。昭和19年3月、高岡高等商業学校は高岡工業専門学校に転換されました。工業専門学校は商業学校の校舎、図書などをそのまま転用し、また商業学校の在校生が卒業するまでの間は経済専門学校を併設していました。初代の工業専門学校の校長には、高岡高等商業学校最後の校長、長崎太郎が任命されました。長崎校長は高等商業学校時代の学生寮、行学寮の伝統を継承させることと、またたくましい技術学徒養成という願いを込め、1年生を全寮制とする方針を示しました。戦争の時代は日に日に暗黒の色を増し、それと比例するように学校の前途も明るいものではなくなりました。学生たちは労働力不足を補うために動員されました。そして軍に入隊するため休学を余儀なくされ、昭和20年にはついに授業が全面的に停止されたのです。戦争の時代を経験した高岡高等商業学校と高岡工業専門学校、2つの学校の歴史を語る門中は、今も富山大学呉服キャンパスの経済学部と工学部の敷地に残っています。